兄ちゃんお母さんまだ？もう少ししたら帰ってくるよ。もう少ししたら帰ってくるよ。ただいま。おかえり。女手一つで子供二人を育てるのは大変だったと思います。経済的にも厳しかったはずだ。それでもお母様はあなたたちを喜ばそうと頑張ってこられた。チョコレートだ。二つ。私はいいからあなたたちで食べなさい。私はいいからあなたたちで食べなさい。そう言っていつも子供たちに譲っていた。僕大きくなったらチョコレート屋になるよ。そしてお母さんに好きなだけチョコレート食べさせてあげるから。お母さんに好きなだけチョコレート食べさせてあげるから。ありがとう。お兄様のお店の詰め合わせは全て素数になっています。私はいいからという人も食べられるように、子供が一人でも二人でも、最後に母親も食べられるように、必ず端数が出るように。母も一つ余った時だけ自分も食べました。そんな詰め合わせを考えるお兄様が変わってしまったと思いますか？でもだったらどうして？割り切れないんです。割り切れない？お兄様はお母様に大好きなチョコレートを食べさせたい一心で頑張ってきたのだと思います。ようやく自分の店を持ててこれから親孝行したかったのに、お母様は病気を患い、知らされた時にはもう悲しみだけでなく怒りもあったでしょう。そんなになるまで黙っていたお母様に、間に合わなかった自分に。私がもう少し早くに話していれば。お兄ちゃん、面会時間間に合うか？え？連れてってくれ。すごい。じゃあいただきます。いただきます。おいしい？おいしい。優しい味がするね。うん、おいしい。立TV立式线上影视。